ウマ娘 TV。 本日のゲストは、この春桜花賞 NHK マイルカップを制覇し、史上初の変則2冠を成し遂げたラインクラフトさんと、その所属チームチームアスケラのトレーナーさんにお越しいただきました。トレーナーさん、トレーナーさん、テレビですよ、地上波ですよ。私大丈夫ですか？地上波の顔できてますか？ラインクラフトさん、まずは初の G1 制覇となった桜花賞ですが、どうでしたか？桜花賞、あの時は最初の一歩からもう特別でした。どんなことをしても立ちたいと願い、ようやく踏めた憧れの舞台、桜咲き乱れるコース、走っているとまるで歴代のティアラの先輩方と一緒に走ってるような気持ちでした。横目に流れる桜を見ながら、もう胸いっぱいで。そういう心境だったのですね。トレーナーさん、レース的にはどうでしたか？そうなんです、トレーナーさんがレース前にいっぱい教えてくれました。なるほど。以前は中断待機も多かったですが、あの積極的な先行策はトレーナーさんの指示だったのですね。では次です。先日行われた NHK マイルカップですが、桜花賞2着のシーザリオさんも、天才トレーナー率いるライバルチームのエアメサイアさんも不在のレースでした。はい、でもシーザリオたちだけがライバルじゃありません。デアリングハートさんやティアラ以外のウマ娘もいましたから。桜花賞で勝った距離、でも油断なんてできません。3冠ティアラ関係なく、マイルでトップを目指す子が集まったレース、絶対に譲るわけにはいきませんでした。オークスを目指すシーザリオにも勝つって約束しましたから。なるほど。ラインクラフトさんは NHK マイルカップで勝利し、シーザリオさんはオークスで勝利する。トレーナーさん、それはチームアスケラとしての規定路線、チーム戦略でもあるということですよね。私はどうにか変則2冠を達成できました。だから次のオークスはチームメイトの、ううん、親友のシーザリオに託します。じゃあシーザリオ、次は頼んだよ。ティアラのウマ娘がもっと認めてもらえる未来を目指して。ああ、クラフト、私たちの夢見る明日のため、必ずバトンタッチ。トレーナー、まだ手がしびれています。先ほどのハイタッチの感触が今も熱となって残っていて、
手のひらに込められていたのは様々な思い。まずは達成感、変則二冠をやり遂げたという誇らしさ、そして見果てぬ夢。私たち二人が描いたティアラの未来を一緒に築いていこうという思い、そしてほんのわずかながら拭えない悔しさ。クラフトと同じくティアラを崇敬する私にはよくわかります。オークスではなく NHK マイルカップを選んだ気持ちが。だからこそオークスはクラフトの思いも引き継いで必ず。はい、勝ちます。2400m は私に最も適した距離。生まれ持った剣にかけて。